青コーナーよりクレイジードッグス後藤辰俊入場。さあ人生バックドロップ、後藤辰俊が入場してまいります。赤コーナーより新日本プロレス山本直文入場。さあ期待のヤングライオン山本直文が入場してまいります。山本行け。シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナークレイジードッグス180センチ115キロ後藤辰俊。赤コーナー新日本プロレス186センチ102キロ山本直文。レフリー田山正雄。今ゴングが鳴りました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。抱えます。ストマックへの攻撃であります。グーパンチです。打ち込んでまいります。エルボー、鉄拳を見舞います。腕を取ります。肘を打ち込んでまいります。組みに行きます。ボディスラムです。ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います。コーナーに振った。ラフサンボーに転じます。ストンピング、蹴りつけてまいります。腕をフックします。ストマックを狙ってまいります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩を撒いたりとか、そういうことをして精神面を吹き切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。腕を捉えます。こうやって一点を狙っていくのは効果的ですね。後々効いてきますよ。なるほど、徐々に毒が回っていくわけですね。腕を決めてまいります。ロープにブレイクしました。ロックアップ、返してまいります。行くのか。リング上はヘッドロックの体勢。フロントからのキック、キックを打っていきます。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。リバースで返します。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。ロックアップ、ボディスラム、ストンピングです。行くのか。対角線に飛ばした。ラリアット起こします。組みに行きます。背骨に突き刺さった。ストンピング、あと逆に捉えた。あっとエルボー、
に抱えた。エルボーで切り返す。サイドを取った。出た。人生バックドロップ。抜くのか。ワイルドライバーがぐさりと突き刺さった。バックに回った。危ない。ノーテン2だか。カウントは入る。危ない。カウントリーテイク。ストンピングを叩き込む。抱き起こす。リバースで切り返した。跳ね上げてまいります。蹴り上げていく。チョップ。させません。いけるか。場外に落とした。場外に移行した。場外に降りる。リングに戻ります。ライアット左腕。バックを取って、バックを取って、バックドロップ。斜めからラッカー。直下式。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。ガチェット組み合った。巻き投げで切り返した。体を預ける。ロープに逃れた。ブレンバスター行くのか。今危なかったですね。そうですね、危なかったですよ。ニークラッシャーで叩きつける。組み合った。逆に返した。あっと、返していった。腕を取った。10分経過。あっと、返した。小脇に抱えた。殿下の宝刀、バックドロップ。蹴っていった。キック。組み合った。コーナーに振った。カウンターが待っていた。ガードした。決めに行くのか。腰に手を回した。ジャーマンスープレックス。ロープブレイク、ロープブレイク。腕を取った。腕を取って切り返した。おっと、腕を決めていった。ブロックした。あっと、キャッチした。バックに回った。ジャーマン、ロープに逃れました。いけるか。ロープに振った。ジャンピングしてのエルボー。馬乗りから張っていった。ガジェット組み合った。あと、逆に返した。足を狙っていった。引き起こす。エルボーを入れていく。エルボーを打ち込む。カウンター気味に入りましたよ。ブロック状況か。エルボーで返す。組み合った。ロープに飛ばした。タックルぶちかわし。ストンピング強烈。ガジェット組み合った。あっと、逆に投げていった。カバーした。カウント3が入りました。青コーナーよりマイク・オールマン、ヒース・ラーニング入場。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。
赤コーナーよりマイク・バートン、ジャマール入場。さあ、タッグの頂点を目指して手を組んだ男たち、今入ってまいりました。タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー184センチ115キロ、頑張れ。キースラーニング185センチ111キロ、頑張れ。マイクオールマン、ガンガンいけ。赤コーナー195センチ150キロ、ジャマール194センチ120キロ、マイク・バートン。レフリーレッドシューズ運の運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。ガードします。あーとスピアー、ストンピングを叩き込んでまいります。組み合います。そのまま後ろに落としてまいります。行くのか、逆に投げてまいります。グーを打ち込みます。掴みます。意地を打ち込んでまいります。抱えます。させません。蹴ってまいります。小脇に抱えます。ハンマーが襲ってまいります。腕をフックします。ストマックへの攻撃であります。黄金の左腕、ゴールデンレフト、スタンディングを取らせます。空中戦を狙いそうだ。トップロックから飛んでいった。ドロップ強烈、ここでタッチだ。もうレッドゾーン入ってますね。来ると気持ちで行くしかないですよね。はい、ガチッと組み合った、倒していった。さあガッチリ決まった。これはちょっと苦しいですね。エルボーを打ち込む、あと逆にキック、ブロックした、小股に挟んだ、させません。エルボーを入れていく、エルボー強烈、いけるか、逆に返した、足を殺していった、ガードした、あーっとエルボー、あーっと逆に蹴っていった、キック、ガ
どした。きつい進化。うまく切り返した。ここでスイッチ。首やった。あっと投げていった。起こした。体を取り返す。胴締めスリーパー。フロントキック。組み合った。あっと切り返した。担ぐか。エルボーで切り返す。ここで休みたくないですね。そうですね、ここは仕掛けたいですね。ガブリの体勢に移行した。外した。ガチッと組み合った。あと逆に返した。いけるか。逆にロープに振った。腕をフックした。打たせない。ブレンバスター行くのか。おっと外した。おっと逆に捉えた。おっと逆に蹴っていった。ゴールデンレフトが突き刺さった。ストンピング。逆肩ダイブで一気に決めていった。岸壁の母の胸に抱かれました。そのまま締め上げる。ハンマー気味のパンチ。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。蹴っていった。組み合った。巻き投げで切り返した。蹴り上げていく。テイクダウンを奪った。これは苦しいですね。はい。おっと外した。ここでタッチだ。さあタッチ。逆にバックに回った。させません。フロントに捉えた。引っこ抜いた。フロントスープレックス。あっとフック強烈。ストンピング強烈。引き起こす。ちょっと今カウンターになりましたよ。グロッキー状況か。外した。抱えた。ベリートゥベリースープレックス。腕をフックした。蹴り上げていく。抱えた。あと耐えた。ジャブが顔面を捉える。
強烈に叩きつける。あっと返していった。サイドを取った。抱え上げてドクターゴー。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。キック、ブロックした。腕をフックした。外した。バーッとパンチ強烈。腕を回した。ネックロックで強烈に頸動脈を締め上げる。掴んだ。エルボーを速射砲。あっと顔面にヒット。あっとフロントからのチョークスイーパーか。パイルドライバーがぐさりと突き刺さった。体を預ける。危ない。カウント2であります。抱き起こす。あーゴールデンレフト。肉体を躍動させる。一気に料理するのか抜くのか。膝十字で切り返す。頭を掴んで、逆にパンチ。いけるか。あっと逆に返した。バックを取って。今危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。ロープブレイク。顔面を捉えた。場外に降りる。フロントに捉えた。打たせない。首根っこを掴んだ。させません。リングに戻ります。リングに戻ります。すごい音がした。飛びつき式の嬉しい逆十字。腰に手を回した。ボディシザースとスイーパーで締め上げる。ここでロープブレイク。フロントに捉えた。フロントスープレックスで引っこ抜いた。バックに回った。ジャーマンスープレックス引っこ抜き。
ロープブレイク掴んだ。あっとパンチ、腕を取った。腕しぎ十字がダメ。岩壁の母の胸に抱かれました。させません。抱えた。うわっと、フロントスープレックス。立たせていく。エルボー強烈。ブロックした。抱えた。さあ、さまざまなベクトルが絡み合うリング上。まさに感情のスクランブル交差点。腕をフックした。フロントからのスープレックス。テキサスクローバー。ここでロープブレイク。抱えた。あと耐えた。ガチッと組み合った。逆に返した。バットキャッチした。あっ、逆にパンチ。ここで持っていくのか。ゴールデンリフトが突き刺さった。そのまま体固め。ロープに逃れました。こすり手を回した。あっと、エビが食べたい。ロープブレイク。ガードした。奥歯を噛みしめた。きた。カウント3が入りました。アンダーサーティ無差別級選手権試合。青コーナーより挑戦者、中島勝彦入場。さあ、未だ10代ながらも空手界の猛者であります中島勝彦の入場であります。赤コーナーよりチャンピオン、アンダーサーティに未来を託せ、棚橋博史入場。さあ、未来を背負うビルドアップボディ、棚橋博史が入場してまいります。
無差別級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者175センチ82キロ中島勝彦。赤コーナーチャンピオン181センチ107キロ田中広志。レッドシューズ運の棚橋。運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。タックルでぶちかまします。腕を取ります。腕を取ってまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えませんね。ああそうですか。ボディースラムで投げてまいります。フラッシュリングエルボー、早い展開であります。組みに行きます。フライングメイヤー。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。掴んだエルボー、行くのか。ボディースラムです。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああなるほど。切り返します。引き起こします。バックに回ります。あっとエルボー、抱えます。 DDT。 ロックします。の体勢ロープにブレイクしました。腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。腕をフックします。膝を入れていきます。ロックアップ、倒してまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。顔面ハイキック、組み合います。こういう技を見てても受け身を取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれないけど、レスラーは受け身の練習を嫌というほどやってますからね。そうですよね。本当にレスラーは日々の努力と言いますが、練習をよくしますもんね。そうですね。起こします。行くのか。逆に倒します。決まり具合どうでしょう。ちょっとポイントがずれてますね。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね。でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。エルボードロップ強烈。打ってる方も辛いはずですよ。はい。キックものすごい。ストンピングを叩き込む。張り手。ローキック強烈。ドロップキック。足を取った。ひねって倒した。ドラゴンスクリュー。肉体を躍動させる。腕を回した。あっと逆に投げていった。逆に返した。ストンピング強烈。2位を落としていく。抱えた。おっと外した。ガチッと組み合った。おっと切り返した。ストンピング、おっと逆に捉えた。
ドラゴンスクリューで倒した。引き起こす。バックを取って。ジャーマー！綺麗な人間鏡。どっから来るんですか、この力は。やっぱ意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。いけるか。あーっと倒していった。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。蹴りをぶち込む強烈キック攻撃。腕を取った。あっと返した。掴んだ。あっと逆に蹴っていった。あっと固めていった。カウント3。IWGP ジュニアタッグ選手権試合、青コーナーより挑戦者チーム、竹村勝志、田中実、入場。さあ強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。赤コーナーよりチャンピオンチーム、金本浩二、成瀬正幸、入場。腰に巻かれるベルトとともに、今2つの魂を1つにしてチャンピオンチームが入ってまいりました。IWGP ジュニアタッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、175センチ、90キロ、田中実。178センチ、竹村勝志。竹村赤コーナーチャンピオンチーム、173センチ、95キロ、成瀬正幸。
180cm 90kg 金本さん金本コーチ金本さん金本レフリーレッドシューズ運動今ゴングだ。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。スタンディングを取らせローを打ってまいります。蹴りをぶち込みます。腕を捉えます。肘を打ち込んでまいります。あっとキャッチした。足攻めに転じます。このポーズです。掴んだ。キックで返します。行くのか。逆に投げてまいります。バックからスリーパーに入ります。ここでタッチです。テイクダウンを奪います。外してまいります。足を取ります。キャプチューだ。ストンピングを叩き込んでまいります。あっと逆に捉えた。バックを取ります。後ろ回し蹴り。このあたりどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。牽制していきます。テイクダウン。引き起こします。ブレーンバスター高速で投げてまいります。掴みます。後頭部エンジン。ラフ殺法に転じます。キックを打ってまいります。逆に倒します。三角締めで締め上げてまいります。ローを打ち込みます。キック攻撃を見舞います。ガンバーハイキック。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻めだと思いますよ。あ、なるほど。スイッチしてまいります。フロントからのキック。この辺り切れ味鋭いですよね。そうですね、一発一発がシャープに入ってますね。ねちっこい展開に移行してまいります。掴んだ。させません。鋭いキックです。ロックアップ。そのまま投げてまいります。スリーパーで締め上げます。組み合います。パンチで返します。キックを打っていきます。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね。
泣き言言ってられませんよ。そうですよね。リング内に戻ります。逆水平を打っていきます。グラウンドでのヘッドロックであります。ロープにブレイクしました。腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。ブレンバスターで切り返します。キックが顔面を捉える。膝十字固めに移行します。キックを打ってまいります。掴みます。逆に返します。あっとキャッチした。ドラゴンスクリューで倒した。あっとそのまま膝十字。ブロックした。ここでタッチした。10 minutes prior.顔面が歪む。もうこれは無酸素状態ですよ。はい、まさにレスリングハイですね。ハンマーパンチ強烈。さあ渾身の力で締め上げる。完全に入ってますよ。逆に捉えた。あっとそのまま倒していった。ローキック。あっとキャッチした。テイクダウンを奪った。ここでスイッチ。掴んで、あっとエルボー。フロントキック組み合った。あっと逆に投げていった。キックものすごい。ガチッと組み合った。あっと逆に返した。ローを打ち込む。エルボー強烈。強烈に叩きつける。フィニッシュに行くのか。抱き起こす。バックドロップ。綺麗に弧を描いた。気合を入れた。あっとラリアット。立たせていく。いけるか。飛びついた。腕を取った。岩壁の母の胸に抱かれました。あっと逆に捉えた。あっと円錐切り。ストッピング。組み合った。逆に振り返して背骨に突き刺さった。熱すぎる戦いだ。歓声怒号が鳴りやまない。これぞ最強の格闘技プロレス。腕をフックした。おっとそのまま後ろに投げていく。ここで持っていくのか。
そのまま膝十字に移行する。
一気稼いに行く。させません。トップロープを狙う。ミサイルキックが発射された。場外に降りる。腕を回した。ここで返されると痛いですね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。バックに回った。あっと返した。リングに戻ります。リングに戻ります。ドロップキック、強烈キック、強烈なキック。いけるか。あっと切り返した。さあ首をかっきって一気に料理するのか。掴んだ。あーっと逆に蹴っていった。逆に返した。肉体を躍動させる。腰に手を回した。エルボーで返す。あーっと顔面か。腕しぎ入った。起こした。ノーザー行くのか。ノーザーライトが先行を放った。ロープブレイク、ロープブレイク。あーブロック。首根っこをつかんだ。させません。ロープに振った。ガチッと組み合った。あっと前転してそのまま腕を取った。頭を掴んで、あっと逆に足を取った。ここでロープブレイク。組み合った。あっと逆にパンチ。いける。あっと返した。決めに行くのか。引き起こすハイキック、側頭部。足を取った。膝十字がダメ。ロープブレイク。ガチッと組み合った。あっと逆に返した。膝十字に持っていった。岩壁の母の胸に抱かれました。おっとスピンを加えて倒していく。ローキック、強烈。起こした。膝にピンポイント集中砲火。30ミリパー。体を預ける。いやー消耗戦になってまいりましたね。そうですね。こっからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。
足を取った。ドラゴンスクリュー引き起こす。負けんな。そのまま耐え難む。カウント 2.5。 あっと逆に捉えた。ドラゴンスクリュー。そのまま膝十字に移行する。ノーザー行くのか。ノーザーライトスープレックス。北斗玄白トゥーカウント。まだ足りません。ガチッと組み合った。フロントから叩きつけた。カバーした。トゥーカウント。強烈キック攻撃。あっとキャッチした。バック当たってシャーマンスプレックス。首根っこを掴んだ。膝頭を入れていく。組み合った。キャプチュードに持っていった。ここでタッチだ。ここで持っていくのか。いけるか。組み合った。ブレインバスターで投げつける。ストンピングを叩き込む。アンクルホールドの体勢。つかんだ。腕をフックした。シュミット流で倒していった。
コーナーより黒のカリスマ長野正弘入場。黒のそして新日本の総帥でありますこの男長野正弘がド派手に入場してまいります。赤コーナーより関松覇王北斗の名のもとにジョシュ・バーネット入場。さあ若きアルティメットチャンピオンジョシュ・バーネットが入場してまいります。シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー186センチ108キロ超の正弘。赤コーナー191センチ117キロジョシュ・ジョシュ・バーネット。レフリー田山雅夫。ザーナー今ゴングが鳴りました。さあ山田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。張ってまいります。フロントに捉えます。させません。張ります。抱えます。パンチで返します。乾いた音が館内に響きます。蹴ってまいります。行くのか。場外に落とします。リング下に降ります。変化キック、蹴りをぶち込みます。掴みます。ストマックへの攻撃であります。鋭いキックです。レッグロックに持っていった。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。あーなるほど。小脇に抱えます。エルボーで返します。あっと飛び膝蹴り。さあ STF に入ります。ロープにブレイクしました。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。ハイテック側頭部、足に照準を絞るのでありましょうか。打ち込んでまいります。キックを打っていきます。掴んだ、逆に返します。組み合います。そのまま投げてまいります。エビに固めます。肩が上がります。掴みます。キックで返します。あっとキャッチした。キックで返します。キックを打ってまいります。腰を落とします。リバースで返します。ラフ殺法に転じます。
腕をフックします。エルボーを入れていきます。ブロックします。このあたり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。リング下に落とします。相手を挑発してまいります。リング下に降ります。組みに行きます。お気をつけください。蹴りを見舞ってまいります。エンジン蹴りストンピングです。ロックアップ。お気をつけください。フロントからのキック。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。腰を落とします。あとリバースで返してまいります。リング内に戻ります。